やっほーん。で、春ちょっと待ってね、春見た。やれ。やれ。さあ、まだ。はい。今日何してたの？今日は髪切り行ってました。あ、可愛くなってるもんね、確かに。そうそう、ちょっと短くなったの。ね、まあいいや。ちょっと暗い。そうなんだよね。暗くないですか？まあいいか、いけね。自分でこう輝きを出そう。まあそうだね。そしたら、ゆうきくんからは輝きが出るはずだよ。そしたら。物理的に出すしかねえだろ。どうやって出すかわかんねえ。あったかな。今日あの、あれでした、何の話するんでしたっけ、今日は。そしたら。これでいい。あ、行けた？あ、もうちょっと遅くなった。ちょっとね。はい。あ、行けた。はいはいはい。今日何の話するんだっけ今日は、お試し超特急のインスタライブじゃないですからね。ね。皆さん、お試し超特急のグッズとかチェックしてくださいましたかな？なんか、取扱説明書とか。かなりすごい、やっぱ、ね、思う以上だったらしくて。あ、はいはいはい、はい。この事務所側的にも。あ、そうだったんだ。から、多分必ず、お手元に入るようにね、多分頑張ってくれると思う。ああ、そう、じゃあちょっとね、事務所の力を最大限に発揮しようかなと思いますけども。ね、うん、ね。だからまあ、それはそれで、ちょっと待っててください。手に入らなかった皆さん。はい、お願いします。でもさ、あのアンケートめっちゃさ、長くなかったっすか？え？めっちゃ！おい。バーカじゃねえよ。バカじゃねえ。めっちゃみんな知らないでしょ。もう LINE で言うここお、すごい、なんか LINE で言うここぐらいまで俺らあれしましたよ。この LINE のなんていうっけ、返信ここぐらいまで、うん、こんぐらい。マジこれリアル。おい、なんだその、何で遊んでんだおい。すげえ、ワンピースのやつじゃない、後ろ。正義、そうだよ。オッケー、入るんだから、よろしく。それはおもろい、それおもろいんだよな。それ。なんかあれだな、エフェクト追加しないとだな。なんか初期にあるやつしかないからさ、これ。エフェクト結構入れてた。魚眼がやっぱおもろいな。魚眼もいいね。あ、ね、MV30 万再生突破しましたね。ちょっと待って、パリピじゃん。いや、嬉しい。いや、喜びの時はこれ使うわ。ああね。いいじゃん。いや、ちょっとなんか、あれだな、マー君とかいたな、今。マー君。マー君見てるわ。なんかマー君のコメントが今あったな。忘れちゃった。どっか行っちゃったっす。どこ行った？こんな。どっか行っちゃった。今頑張ってね、たどろうとしてんで。あ、何言ってんのって聞いた。俺の話かな。これはもしかして俺結構何言ってんの発言しちゃった？あれだよ、最近なんかさ、全然ちょっと一回話しずれるけど、はいはいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃまつげ濃いけど大丈夫？なんか目なんかすごいよ、そのフィルターの目すごいっすよ。いつもじゃん。あ、それいつ、あ、いつも、それいつもだったっけ。あ、うわぁ、やば、気づいた、ついてなかった。ああ、こういうとこか。そうだよ、そういうとこから、ね。目に光が灯ってない。目に光が灯ってないよ。待って。死んだ顔してるから。ねえ、あのね、はい。
ね、何話それるけどなんか言ってたじゃないですか。話それるけど、はいはい、最近なんかサラダにハマってるみたいね。サラダ？そう、ある。え、サラダ？サラダ別にそんな。だってこの前だと聞いてきたじゃん。え、サラダ？サウナ。あ、あ、ありますか。あ、そうそう。あ、サウナ？そう。そうそうそう。なんか、なんかあれ、あれな、あれなんですよ。友達？友達と、うん、こう、行く機会が増えて。いいじゃん。ね、そうそうそう、うん。で、どこがいいかなと思って、まあ、ね、師匠に聞きゃ早いかなと思って。まあね。めっちゃ良かったっすよ。いや、あそこめちゃくちゃいいのよ。めっちゃ良かった。びっくりした。すっげえあれ。最高。マツコさん、最高だよね、ほ、うんと。うん。さ、びっくりした。サラダハマってるんだってって聞こえてさ。サラダって聞こえたのこれ、それは全然違う。だからサラ、そんなこと言ったっけと思って。言ってない。でもあれじゃない、アロハくんのほら、生誕の。うん、ね、あのサウナハットめっちゃいいよね。ね。あれ、スパドラの、うん。ともやくんが、うん。欲しいって LINE してきた。あ、LINE じゃない、欲しいって言ってきた。普通に自分に。うん。そうそう。うん。あれめっちゃいいよね。ね、あれめっちゃいいっすよね。あ、入るのいいよ。俺もそういうの作りたいなと思ってたけど。はいはいはい。すごい !1 万人も見てくれてるよ。ガチ やばありがとうございます。ありがとうございます、本当に。すみません、なんか。緊張しちゃうよね、そんないっぱいいたら。なんかこんななんかちょっと、ね。まあ、話すことなんて決めてなかったんで、あれですけど。だって今日何時までするとかも知らないし。だいたい30分って聞いてるわ。あ、じゃあ、まあ30分目安でね。そしたら。うん。ゆきくん何、落ち着きねえなって、俺来てるよ。電気をつけたくてさ。じゃあね、味わる前にやりなさいよ、ほんと。ね、いや、じゃあ、やっぱ思った以上に暗かったから。あ、ね、思った以上にね。あ、え、高橋くんも来てるよ。あ、矢部ちゃん。うん。高橋くん。矢部さんルーム。矢部さんルーム。めっちゃむちゃほんまだったな。めっちゃむちゃほんま。好きやで好きじゃ好きやけ。ゆうきくんのセッティングが終わるまでなんかちょっとコメント拾ってきますか。ゆうきくん。ありがとう。ゆうきくんずっといない。ゆうきさん慎重に発言して。ちょっとね、ごめん、これ拾ったら間違い。ごめん、忘れて。生配信、マジで。生配信1万人もいるからね。慎重に発言しないと、テンションと、あれだ、ダメだから。ちょっとあれ、ね、あの日やった、ね、あれだよ。ね、あの、謝罪会見しないといけなくなっちゃうからね、ちょっと、やめよう。ちょっとあれ、ほんと、ほんとやめようかね。ごめんなさい。これ、あの、はい、そういうコメントは、一切なしでお願いしますね。はい、すいません。はい、あ、さすが水ゆうきさん、ありがとうございますね。あ、フォローもありがとうございます、皆さん。はい。ね、いろいろ気をつけてと。はい、気をつけます。ありがとうございます。お試しの時の、一応あれ、先にさ、日程だけ宣伝しとく。あ、そう。まず、はい、10月8日に、大阪にて、開催します。大阪スタート。最高。楽しみ。大阪楽しみだね。え、今日、だってフリーライブで大阪って、僕も、うん、研究生の頃に、ほんと何回かしかないかもな。1、2回、2、3回かも。意外とそんななんだ。そう、そんな数こなしてるわけじゃないから、結構緊張。あ、なんか、高橋くんってなんか来てた。あ、多分なんかコメント、めっちゃむちゃほんま気をつけてなって。はい、気をつけます。ね、ありがとうね。ほんとだよ。ありがとうございます。うん。ね、もう。ね、だ絶対あれだよ。あの、前振りしないからね。登録誘導しちゃダメだよね。ちょっと前振りしないから、こうしてねとか言わないから。やっとるやん。やっとるやん。ダメだね。あれはちょっとほんとダメだ。はい。はい。次、東京は、いつでしたっけ？あ、東京がですね、うん、一度、カレンダー見ていいですか？そう、あのね、東京だけね、出てこないんですよ、いつか。23？、先に、あ、名古屋だった気がするんだよ。20、ちょっと。
あ、先に名古屋か。あ、29です。29。そう、10月29。知ってました。ありがとうございます。みんな試したんですよ。お試しだからね。お試しだけに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。10月29日、ありがとうございます。ぜひ。え、名古屋行くって。名古屋が、うん、名古屋が、はいはい。名古屋がみんな、せーの。21日です。そう、そう正解。よくわかってる。はい、よかった。ああ、よかった。よかった。試してたんですか。そう、だから、大阪、名古屋、東京です。大阪、名古屋、そうです。です。そう。だもう本当、マジ楽しみにしていてくださいね、マジで。びっくりするぐらい面白いと思いますよ。ね。フリーライブなんで、本当に完全、無料でございますから。うんうん。あの、なんか、簡易的なね、ペンライトも。そう。あるんで、ぜひね、そっちの方も。お友達と一緒にフリフリしてもらえたら。ね。ぜひとも。ね。九州行きたかったな、俺も。俺も九州行きたかった。確かに九州の方行ってないからね。そうだ。福岡、ここね。あ、昨日、たくやくんあれだって画面外に用意してたんだって、ホームページ。えらい。やっぱうちのたくやくんだな、やっぱもうさすがだわ。で、しゅうやくんは何してたのかな、昨日。昨日あの二人何話普通の話とかしてたのかな。ね。何話してたんだろう。最近さ、アクセ気になってて、あれだよ、たくやくんとかさ、なんか最近ないの、なんか普通のアクセとか、こんな感じ。似てるわ。似てるし。めっちゃ似てるわ。シュヤのものね、結構うまいから。うん、え、シュヤくんのものね、みんなうまいよね。ハル、お前ふざけんなよ。じゃあ、両勝ち。やべえ。リステリン？あの、あれだよ。ドッキリだよ。寝起きドッキリの時にさ。あ、タクヤの部屋にやたらリステリンがあったよ。リステリンね。なんであんな持ってんだろうね、ほんと。あと MV の裏話、あの、春が多分、レッスン2の時のミュージックビデオ撮影で出演していただいたね、方、男性じゃないですか。男性に惚れ惚れしたみたいな話をしたんじゃないですか。あれなんか、その先の話していい、うん、なんか、ツイッターで、その、うん、なんか、男性の方が反応してくれたらしく。いいじゃん。で、なんか、写真くださいみたいな、多分、うん、そのツイートをしてくださってたのね。めっちゃ送りたいんだけど、送るあれがないからさ、ちょっとどうしようかなと思って。ゆうきくんどうにかしてくんないかな。え写真を。そう、写真まだ全然あるから、残してるから。いや、めっちゃ撮ってたしね、本当に。そう、ちゃんと盗撮してきて。あれは、誰なんかストーリーとか、なんか、アンカーにあげちゃうのかな。いやいや、だめだ、持ってかれるから、そっちに。めっちゃかっこよかった、本当に。ちょっと持ってかれるからダメですね。うん、ダンディだったしね、本当に。ねえ。うん。イケメンだったなぁ。イケメンだったね。渋い感じの。そうそう、そうだね。盗撮だったのって言われてるよ。え？盗撮だったのって。あ、はい、盗撮ですよ。そんな、なんか、撮ってもいいですかって。そんなんね、初心者。それは初心者だから。いや、犯罪です。ええ。あれ？うん。最後。マジでいつだった？ 14分。で、後半だった。いや、マジでいい人だったな。確かに、めちゃくちゃいい。あれだ、MV の時になんかこう言うじゃないですか、なんとか。こう耳にささやくみたいな、女性の方に。あ、うんうん。あれ、なんて言ってたっていう、こう。あれ、答え合わせしてた、もしかして。いや、俺はやってない。俺はやってない。もう、あれはね、触れてない。妄想してもらわなきゃね。みんな、逆、なんなんだと思う？なんて言ったと思うっていうのは、やっぱ、想像をかき立てなきゃ、あれは。ね。やっぱあの MV のコンセプトもね、ちょっとね、いろんな、こう、説がありますけども。そうね。うん。なんて言って、なんなんだろうね。みんな、なんと思ってんだろうな。どういうストーリーで。忘れないってよかった。うん。いや、さすがにね、さすがにやっぱそこはちょっとこうね、みんなの
中で膨らませてもらって、そうだね、膨らませてもらって、そうそうそう、ビヨーンこう伸ばしてもらってね、たくやくん変なこと言ったんだって。何？俺ちょっと、俺なんて言ったっけな、あれ忘れたな。俺覚えてるよ、ちゃんと。マジっすか？あ、違うかな、俺なんかね、ちょっと待って、春からじゃいいよ、春から。あ俺が、おいコメント、ね、でも多分高橋推しやな、高橋推しの子のコメントよくないよ、ね、昨日の俺だって昨日のやつ言うわけないでしょ、耳元でチャンネルのやつ言うわけないでしょな、言うわけないでしょほって言うわけないでしょ。正解です、正解です。違います。本当俺今日のさ、今日のインサイドそれ触れていいのかどっちかも分かんなくてさマジで、ダメで、ほんと何してんの、ほんと、もうあれだってもうほんとに五感で言っちゃったもんだからでも気づいてなかったんでしょ、全く気づいてなかった最初、それがやっぱすごいわ、おもろい、ほんと天才だ。でじゃあ先に春からさ、うん、俺なんて言ったか、そう俺決めてたんですよ、この雰囲気と真逆のことを言おうっていうのを、こう、なんでしょう、頭の中で、考えてて、それをこう、言った気がする。当てる。で、何だったかは、ちょっと多分。逆にさ、当ててる人いたらちょっと。もう一回、MV 出て、MV 見て、ちょっと確認するけど、確かね、これ今確か全く。8号車にちょっと一回。全くまぐ、いや、答えは言いませんけども。そう、予想して、正解だったら正解あったっていう。そう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 。いるかな、なんだ、確かにね、レベル高いよね。そう、あれはアドリブですね。だから全部アドリブだよね。全部アドリブ、あれ。ざっと伝えられて、だったから、多分みんな、一人一人、セリフも演技も多分違うから、うん、いい味が出てたと思う。クマモンなんて言わないよ、かわいいないやーね、教えませんよさすがにまだ、うん、じゃあ逆に、うん、ゆうきの方は、あ、ゆうきくんはちょっとゆうきくんはもうちょまっていいです、うん、コメントで。いや意外とね、俺多分口結構はっきりしてたから、はい、割りかし、割りかしね、分かってる人いるのかもなと思ってね、ね、英語じゃない、日本語です、日本語、ヒントは日本語。いや、なんか意外と分かんないのか。意外とね。から揚げとかあるけど。おい。おい、悪いぞ、このコメント。やってんぞ、8号車。おい。やってんぞ。ほら、もうそういう話するから 1万人切っちゃったじゃん、もう。ほら。の人たちの。おい、やってんな。ほら、そういう話するから1万人切っちゃったよ、もう。ああ。ほんとだよ。もう、村田くん。ああ、もう。なんで俺はこうやって荷物でポッて言うわけないでしょ。絶対に、絶対ダメです。はい。あ、やべ。これやっぱ、ちょっと、今日前髪命だから。今日は、大人っぽくなってるね、すごい。なんか輪郭大人っぽくなってるね、だんだん。そうそうそう。あ、多分ね、あのね、なんかみんなから言われるけど、多分ね、痩せちゃったんだと思う。顔周りがシュッってなっちゃった気がする、俺は。痩せたんだ。うん。何キロぐらいいったの、痩せたの。いや、多分ね、体重とかは俺、測ってないか分かんないんだけど、体重とか変わってないと思う。体感では。分かんない。体感では変わってない気がするけど、なんかね、シュッてした。なんか自分でも、ここら辺がね、なくなった気がしたの。なんか骨格がね、はっきりしてきてんだよね。そうそうそう、ちょっとまだ、大人の魅力が、溢れ出ちゃってきたのかなと。うん。なるほどね。出てきちゃった。そうそうそう。ちょっとね、大人の魅力出しすぎちゃったな。痩せたのちゃんと食べなよって言われてるよ。違う。そういうことじゃないよ。感触がなくなったの、本当に。あの、ドラマのおかげで。マジで。あ、なるほどね。ドラマは、確かに、撮影中ってなんか、あるもの食べたくなっちゃうもんね。お菓子とか。うん、最近、俺あんまさ、こう、前みたいにもうお菓子朝ごはんですみたいな感じで食べてないじゃないですか。まあ確かに、リハ中お菓子ばっか食べてたもんね。でも今、
食べてない。今年1年だって禁止してるから食べてないですよ。えらい。そうだ。だから。え？それは違う。1回レッスン終わって、なんか1時間空きます。で、1回じゃ閉めますって時はもう OK。さすがにね。じゃあ、ちょっともう。自分の中でね。そう、ちょっと俺にチョコを入れないと集中できないからさ。チョコないとダメなんだ。ちょっとチョコないと栄養補給で、ね、できない。大事だ。うん。大事だ。そうそう、俺、チョコ酸素だから。アメリカの子供みたい。ほんとこれ。すごい。よく出てきたんです。だけど俺今なんかコメント遅れてるわ。まあ、いっか、うん。コメント遅れてる？そう。まあ、俺が遅れちゃってるかもす。そうそうそう。うん。大事。確かに大事だけど。最近ハマってるお菓子ないんですか？最近ハマってるお菓子？なんか、ゆうきくん、なんか、なんか、もう、狂ったように食べてるポップコーンがあるじゃん。いやー、マイクのポップコーンと、うん、あと、うん、あべ、名前どうでした？ネットで買う、あるのよ。ネットで買うやつがあるんですか？そう、ネットで買うね。いつも買ってるね。あー、絶対でもね、これ、はじめましてわかる人わかるんだよな。うんうんうん、ポップコーン。マイクのポップコーンはバターシュークが大好きだから。あれ、はい、これ言っちゃっていいの？コストコとかに売ってあるよ、あれやつ。あ、多分、カークランド。カークランド、すごい、すぐ一歩出てきた。カークランド。カークランド何ですか？その、うん、ポップコーンがあって、レンジでやるやつ。あれじゃん。だから、赤い袋に入れてあるやつ？そう。待って。持ってんの？ポップコーン認定。今日からあなたはポップコーンマスター。そう。やっぱこう、映画にはいるじゃん。なんか家でこうサブスクとかね。確かに。そう、買っちゃった。えらい、うん。めっちゃ美味しいよね。それ食べたことある？これめっちゃうまい。めっちゃうまい、ね。もうこれ、実家にもあるんですよ。めっちゃ。あるんだ。そう。マジで美味しいのよ、このポップコーン。だから、びっくりした、今。ね、俺もびっくりしたよ。一番俺がびっくりした。持ってんのかいい。すごいわ。そう。完食やめたんじゃないの？違う。なんか、誤解があるけど。食事だから。映画中のポップコーンは食事だから。何言ってんの？食物繊維多いからね。何言ってんだ？栄養たっぷりなんだから。何言ってんだ、ほんと。びっくりするわ。もうそんな。やめてくれ、ほんと。怖いな。ぜひ買ってください。美味しいんで。本当にもう怖いよ、もう。びっくりするんだから、本当にもう。お、ドラマさんは面白かったって。マジっすか？ありがとうございます。ドラマも今、絶賛。ね、今日だよ、今日。2話。だね。楽しみだね。うん、先に見れるの？ネットフリではもう3話まで見れる。そういうことだね。先で見てる方もいらっしゃるってことで。ちなみに、俺はもう全部見れるよ。うわ全部見たでしょ。いやまあ、もう楽しみ。できない。ダメだ、もういい、大丈夫、もうダメだ、絶対できない。今歌いた？ランキングも5位やったんですか？ありがとうございます。嬉しい。いや、見てよかったもん。マジでよかった、うん。ありがとうございます。本当に、うん。嬉しいです。皆さんのおかげでございます。本当に助かっております。ありがとうございます。本当、皆さんのおかげで、うん、ドラマが見れてます。ありがとうございます。うん。クエテックスしたんだよ。クエテックスしたんですよ。お、いいじゃん。俺もやってたけど。めっちゃ買っちゃった。今日、爆盛りした。ランク爆盛りしちゃった。ちなみにランクはシルバー。違う。俺は、めっちゃうまい。俺めっちゃうまいんだけど、あれなのよ。こう、やっぱ、途中りたいからさ、こう、行っちゃうのよ。ね。わかるよ。わかるっしょ。わかるっすよね。そう。さあ、方。本当はマスターレベル。あ、本当はマスターレベル。エイムとか立ち回りはね、
これでも、あ、ついてる。抑えられないから、シルバー止まりって感じ。あ、そういうこと？早く行ってほしいな、じゃあ。そう、でも、なんか今のなんかランク制度はあれじゃないですか。なんか、むずくないですか、上に行くの。まあ、ちょっと厳しめだけどね。なんか10倍以内に入んないとみたいな。まあ、確かに。ちょっと厳しめなランク制度で。まあ、ちょっとまあ、お試し上級の話なのに、エペックスまで。お試しエペックスの話しちゃってるから。お試しエペックスになっちゃったんですけど。あ、お試し上級、まあ、何が一番じゃあ、楽しめる、なんか、来たらこれがあるよみたいな、ちょっとワクワクするような話しようよ、じゃあ、ラスト5分。はいはい。まず、はい、いいっすね。多分、いやー、リハーサルはどうだろうな。今までフリーライブとはやっぱりリハーサル風景もちょっと見えたりすることがあった。あるあるですね、今回はちょっと難しいかもしれないけど、だったり、あとは、やっぱその、フリーライブなわけなんで、はいはいはい、いろんな知らない方、知ってる方もたくさんいる中で、うんうんうん、ホールもできるわけじゃないですか、今回。はいはいはい、声出しもね。ホールとしてペンライトもそうだけど。おぉ。外だから気にしなくていいよね、だから。いや、やばいんじゃないですか、マジで。そこも、ほんと、近所迷惑レベルまで声出すんじゃない、みんな。いいし、全然あるっすね。男性の方もウェルカムだからね、うん、めちゃくちゃ。うん、で今、男性の方も来れますかみたいなあったから。お試し超特急ですからね、本当に。みんな来てほしい、気になってる方は全員。ねえ、だって、あれ、外だから、うん、めちゃくちゃ、多分、ちょうどいい気温じゃないですか、今、しかも季節。そうだね、確かに、めちゃくちゃ暑すぎず。そうだから、もう、多分ね、みんな暴れると思う。なんか、ね、絶対いい。いや、やっぱ足りるかなって言ってるけど、興味だって僕ら自身そんな集まるかなって思ってるじゃないですか。ね、あ、なんか、ちょっと未知数ではありますよね。フリーとはいえ、でも、っていう正直、こう、と集まるかなって逆に心配なレベルだから。そうそう。まあね、うちの某田原マネージャーはね、ね、うん、言ってますけど、出禁になるくらい人集まらせようとね。そうだったらすごいよ。そうだったらもうなんか、そう、革命です。革命というか、ね、あるレベルまでね、行きたいですよね。そうね、このレベルまで行ったらランクがすごいことになりますからね。本当、いや、本当に、入りきらないまでは、なんか、行きそうですよね。この間の、だって、まあ、なんだっけ、もらもらの初披露の。うんうん。もう周りめちゃくちゃ人いましたからね、本当に。またたくさんびっくりした。来てくれてたね、豊洲の時でしょ、うん、めっちゃもう、上にもいて、もうなんか、もう左右にもいて、みたいな感じでね、びっくりした。でもまだ、あの、2、3、4の、あの、室内の、あったじゃん。ああ、はい。3階、4階の、ちょっとこう、窓から見える、あそこはやっぱ埋まってなかったから、はい、やっぱまだ。中のね、中もやっぱ、の方までね、もうとにかくちょっとでも見たいぐらい。見たい人が集まってくれればね。ここまで行けばもうやっぱ素晴らしい、本当に。あ、生タク見たいってね、そう、タクヤク見たいって、そう、生でね、出るよ。そう、超特急のメンバー見たい人もぜひ来てください。生タクが見れちゃいますんで。ゆうきくんも見れるからね。そうだよ。みんな。意外とゆうきくん身長でかいからみんな気をつけてね。意外とったんだよ、これ。写真で見るよりも、ちょっとで、大きいから、あの、春は意外と、どうだっけ、どう見えんだっけ。俺意外とちっちゃいから、みんな、ヒールとか履かないでね。あの、男子も厚底禁止だから、知らないと思うけど。初代級の現場は厚底禁止。ヒール危ないからね。ヒール危ないし。そういうこと。そう、俺は優しいから、こう自分の身長をこう言って、で、履くなよって言ってるけど、ヒール危ないからね、ほんとは。うん。春見なくなっちゃうもんね、春がね。そうそう。俺が見えなくなっちゃうから、履いてこない方がいいよ。マジで。うん。マジ気をつけた方がいい。また絶対ね、そこは気をつけた方がいい。そうそうそう。まあ、厚底とかも身長盛る系全部禁止ですから。うん。イメージ通り小さいのかだって、イメージ通りみたいよ。あ、イメージ通りだった？え、嘘？結構俺、割と、トールサイズ。そうです。結構、なんまあまあいい線の身長なんだけどな。そうじゃん、多分、まあ、多分イメージ通りかな。うん。
マジか。まあまあまあね。怪我だけは確かにしないように皆さん気をつけて。そうそうそう。そうやってね、この人身長大きいんだって思うと思うんで。うん。うん、そういうお試し用特急のね、生で見て感じることもあると思いますよ。ちょっとだよっていうコメントありますけど。言うな。その、ショートだよ、W のそのなんか、優しさいらねえからもう、ショート単体できてる。やめろ、やめてくれ、もうほんと。知ってるから。かわいいねって。知ってるから。高橋はベンティー、おろ。高橋はベンティー。確かに高橋はベンティーサイズだけど。スタバで例えんな。ねえ。だからショートなんだ。あいつ、でも、高橋でかい、ベンティーのくせにさ、たまにさ、衣装とかでさ、厚底履いてさ、あれよくないよね。あれマジで、ちょっと言ってきますね、衣装さんに。言っといて、マジで。ちょっと言ってきます、はい。マジで。マジで。あれ、俺がめっちゃ低くなるからさ、マジで、ベンティーショートになっちゃうから。そう。あれに一番毎回早く気づいて切れてんのが、たくやくんなのおもろい。ね、毎回ね。毎回言ってくるから、おもろいんだよ。なんで高橋に開かすんだよ。毎回言ってるから。そうだけもう、うん。分かんないけど、俺よりも拓哉ちっちゃいから。あ、違う。もう、どんぐりの背比べやめてよ、もう本当。はいはい。オッケー。どっちもちっちゃいよ。うわ、誰が言うとんねん。誰が言うとんねん。みたいな感じでございます。あ、もう時間になっちゃったから、あれしょ、スクショタイム。スクショタイムか。あ、ね、これね、スクショタイムね、ゆうきくんね、たぶんね、コメントね、消せるのよ。なんかどっかで。なんかちょんあるでしょ。え、コメントオフみたいなのあるんですよ。おい。シャッと消えて、たぶんできる。おかしいね。どう？そう、俺最近知った。教えてもらいました。あ、これ。スクショタイムって言っても、何する？何する？なんかじゃあ、一瞬フィルターなんかないの？一瞬フィルター、ちょっと待ってね。あ、俺も人数多くなるやつあるかも。スクショタイムだよ。怖っ、この光景。あ、ほら、ハートあるよ、俺。あ、ハートあるんだ。なんだそれ。これかな。あ、違った。な、かわいい、ね。これかな。これでもいいんだよ。これ、うん、いや、かわいい、それ。だよー。いや。かわいい、それ。ああ、いや。これじゃない？あ、全然違った。これだ。さっきのこれでしょ。あ、違う。これ？あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。あ、もう、やばい。わからなくなっちゃった。これだ。いいよね、もう。もういいっしょ。もう満足でしょ、みんな。オッケー、コメントオン。オンにしてね。コメントオン。はい。あー、助かった。よーし、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。うん。また、多分あるもんね、次。どんなメンバーか、楽しみに待ってて。あーね、明日も、はい、あると思うので、ぜひ、皆さん楽しみにしててください。はい。してください。また明日もこの二人かもしれないんでね、ぜひ。まあ、もう明日も多分、ちょっと反響があったら。そうそうね。だから、明日も出るかもしれないから、この、僕、上にある、この、インスタのアイコンマークで、僕たちのフォローを押してね、こう、ポチポチって。あ。おい。やったな。間違えた。逮捕。間違えた。逮捕で。現行犯逮捕。マジ間違えた。ポチポチ。じゃあ、はい。終わりました。はい。ということで、じゃあ、そう。一回もちょっとわかりませんけど。はい。やめて、最後にこれで終わるの一番恥ずかしいから。はい。こんな感じだったんだから。前も。昨日もこんな感じで終わろうとして終われなかったんだから。終わったんだけどね。じゃあ、もう。派手に終わってはいるんだけど。ありがとうございました。みんな、おやすみ。もう、はい。忘れてください。もう入れたれよ。バイバイ。バイバイ。あ、これかな。